さあ先頭ですがリラバティ、リラバティ先頭ですが2番手ビートゴーゾーン、レッドオーラムが内からさらに外に持ち出していったゼッケン3番ハープスターが一貫歩ずつ前の方に上がってくる、連れて上がっていったブランネージュ、連れてマラムデール、さあ前の争いですが残り200を通過して楽々先頭に立ったハープスターが先頭に立った、ハープスターが先頭に立った、問題は2番手争い、ヌーボレフォルト頑張っている、先頭は3番のハープスター、ゴーリン、ハープスターです。間からレッツゴードンキ、ブチコ、レッツゴードンキ、ブチコ、そして外からはウィン・アキレアが前に上がっていきました。そして外からは心の愛、心の愛が単独2番手に上がって前に上がっていきました。そして間からはスルスルと7番のコンテッサトゥーレなども前に接近してくる。さあここで内し中外離れての追い比べ、レッツゴードンキを今度は心の愛、心の愛、大外からはゼッケン1番のアンドリエッテ、アンドリエッテが伸びてくるが先頭は14番の心の愛、心の愛、ゴーリン2着位に持ち出していったのがこれがブランボヌール、間を抜いてさあアドマイヤリードも前に上がろうとしている、間をついてアドマイヤリード上がろうとしているが、ここで抜けたのがクイーンズベストが抜けた、クイーンズベストが抜けた、1馬身とリードを取った。しかし内から接近するラベンダーバレー、ラベンダーバレーが接近してくる。そして外からはシンハライトとジュエラー、シンハライトとジュエラーが伸びてくる。さあ外からシンハライト、ジュエラー、馬体を制している、シンハライト、ジュエラー、シンハライト、ジュエラー、並んでゴーリン、ゴッドフォーラブに並んでいった川北園下エントリーチケット、3頭並んで直線コースの攻防、4番手の外目が10番のソウルスターリング一気に前に並びかけます。その後ろからはアロンザモナ、馬群の中から1番ミリッサ、外は3番リスグラシュー、直線コース残り200で先頭10番のソウルスターリングに変わった。リードを1馬身2馬身広げていく、2番手がリスグラシュー、追い込んでくるミスパンテール、ミスパンテール2番手争い、10番ソウルスターリング、2歳女王ソウルスターリング、ゴーリン、サラキアは現在後方3番手、4コーナーカーブから直線を向きます。さやかちゃん、カレンシリエージョ2頭が並んで直線コース、その3馬身後ろまでラッキーライラックが上がっている、まだ持ったまんま、ややジョッキー押してリリーノーブル現在4番手、内は4番のマウレア5番手です。坂を登ってくる手前で今度は5番のラッキーライラックが先頭に変わって200を切りました。追って9番リリーノーブル、4番マウレアが先頭へと迫っていって残り100を迎える。5番ラッキーライラック先頭、2馬身リードをキープ、2番手はマウレアかリリーノーブルか、ラッキーライラック、ゴーリン完勝です。ダノンファンタジーが現在3番手の一角200を切りました。追い込んでくる13番のシゲルピンクダイヤラ、さあ今度は1番のダノンファンタジーが先頭に変わる、12番ドナウデルタ、間7番のノーブルスコア、13番シゲルピンクダイヤ2着争い、ダノンファンタジー先頭、ゴーリン2着を迎えます。あとは2馬身後方10番スマイルカナ4番手、さあ前3頭広がって残り 200m、 今度は13番マルターズディオサ先頭に変わった、4番レシステンシはいっぱいになった、内は1番クラバシトール2番手から先頭を追っている、前は並んで1番クラバシトール、13番マルターズディオサ、マルターズディオサが争いですが、1番メイケイエール、5番エリザベスタワー、2頭並んだ、首の上げ下げ、ゴール南馬群の中です。直線の攻防、先頭8番サウンドビバーチェ、1馬身半リード、接近する3番サークルオブライフ、一気に並んで先頭に変わるか、さらには1番ピンハイ、外は10番ラデュエル、さらに外へ持ち出して6番ナミュール追い込んでくるが、先頭は3番サークルオブライフか、しかし外から6番ナミュールが一気に捉えて先頭に変わった、2番手は接戦だ、6番ナミュール突き抜けて外を通っては16番サーマルソワリング追い込んでくるが、前は200を切って粘る9番のモズメイメイ、並んでいく17番ペリファーニア、間は3番のルミノメテオール、3頭広がった、外からは13番コナコースト広がったが、9番モズメイメイ、ペリファーニア、外から13番コナコースト並んでゴーリン、3頭大激戦。